はい、皆さんこんばんは。今回は先週の予告通り、こちらのベイドリール、ダイワアルファスウェアのインプレをさせていただきます。一般的なベイドリールは軽いルアーをキャストするのが難しいですけども、このリールはいわゆるベイトフィネスリールに分類されて、3グラム以下の超軽量ルアーも快適にキャストすることができます。安心のメイドインジャパンですね。なお、このリールは海水での使用も OK です。他にダイワのベイトフィネスリールでは T3 エアーや SS エアーなどがありますけども、いずれも淡水専用だったために選択肢の中には入りませんでした。そして実際にキャストしてきましたけども、すごいです。先に結論を言うと、ラインを4ポンドフロロカーボンを30メートル巻いて 0.9 グラムジグヘッドプラスビームスティックというワーム 2.21 ですね。これで合計 1.5 グラムなんですけども、それがですね、快適にキャストできました。もちろんそれほど飛距離が出るわけではないですよ。おおよそハンドル22回転前後の飛距離です。おそらくまあ13メートルぐらいですかね。まあ、常夜島周辺のアジ、メバルに対しては十分な飛距離ではないかなと思います。また、これが 1.3 グラムのジグヘッドにすると、より一層飛距離は、まあもちろん伸びますね。だいたいね、ハンドル26回転前後の距離でした。おそらく、まあ、16メートル前後ではないかと思います。そして特にすごいなと思ったのが、バックラッシュを防ぐという性能においてはこのアルファスエアーというのは突出していると思います。やべえ、やっちまったというようなキャストミスをしても、もうブレーキ次第では本当にね、バックラッシュしないんですよ。もちろん他の理由でも同じことが言えますけど、それでもこのアルファスエアの性能の高さっていうんですかね、それが際立ってると思います。それでは実際にキャストするに至ってのブレーキ設定ですけども、まずこちらのメカニカルブレーキですが、これを緩めてスプールがカタカタっとなる状態にして、そこから締めていきます。で、スプールがカタカタとならない位置で止めます。そしてこちらのマグネットブレーキは最初のうちはマックスの状態にします。これでマックスです。この状態からキャストして徐々にブレーキを緩めていくという、そういうスタイルでキャストしてみました。基本的なスペックはメーカーさんのサイトを見れば書かれていますから、最も気になるキャストの性能を実際に試してきた動画がございますので、どうぞご覧ください。
はい、いかがでしたでしょうか。一応お伝えしますと、メーカー推奨のラインの太さは6ポンドから8ポンドとなっています。今回4ポンドというラインを使用してみましたけども、あまり細すぎるラインを使うとスプールと本体の間に、挟まってしまう時あるんですね。ここにですので、細いラインを使う場合は注意してください。これで海藻の中に潜んでいるアカメバルとかを狙うと面白いんじゃないかなと思います。そういった動画も今後アップしていきますので、どうぞご期待ください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。